過を誘国の独裁者が病気になり自分も死ぬからその後の世界にめちゃくちゃになれと思って過去を打ってしまう可能性ってないですかねロシアはわかんないんですけど、アメリカの場合も一応そのアメリカ大統領が言ってることが、ちゃんとこの人精神的に大丈夫かなというのを確認するシステムというのがあるので、精神的にやばいってなると、一応その,あの核ボタン的なものをラグビーボールが押されたとしても、あの現場の人が止めるというシステム自体はあります。 なので頭おかしくなってもあの大丈夫というシステム自体はアメリカはあるんですけど、ロシアはね、よくわかんないですよ。ロシアの場合はね、その、どれぐらいの量の核ミサイルがどこに撃たれるかっていうのがわかんなくて、あの、核の手っていう呼ばれる仕組みがあるんですけど、何らかしらロシアが攻撃をされた場合に自動的に核ミサイルを発射するという仕組みがあり、で、 核ミサイルを発射するという仕組みが動いたら、連携している他の核ミサイルが格納されている場所も連続して自動的に核ミサイルを発射するシステムがあるらしいと言われているんですよ。あるらしいは結構信憑性があるんですけど、で、それがなくなったという話は今のところ聞いたことないんですよ。 そのロシアに対して攻撃を仕掛けて、それが発動してしまった場合に、どこに核ミサイルが飛んでくるかわかんないんですよ。ロシア国内だけじゃなくて、レニングラードみたいな、フィンランドの下の方に、あの、ロシアの飛び地の、あの、土地があるんですけど、で、そこにあの核ミサイルめちゃめちゃあるみたいな話もあったりして、で、どこに核ミサイルあるかわかんないし、大量に撃たれるんで、その1個2個だったら撃ち落とせるかもしれないですけど、大量撃たらやっぱ撃ち落とせないですよね。 イスラエルがアイアンドームっていう仕組みがあって、そのガザ地区から飛んでくる迫撃砲とかを自動的に撃ち落とす仕組みっていうのがあるんですよ。でも今回それが機能しなかったと言われてるのは、機能はしたんですけど、飛んでくる弾数多すぎたんですよ。っていうのがあって、いきなりじゃあその核の手が動き出して、そのいろんな核、そのミサイルの核能力がもうどこにあるかわかんないのが一斉にドーンってなった時に、何発か多分ちょっとせないのがあると思うんですよね。アメリカでも。 核ミサイルを撃ち落とすという機能は日本にはありません。イーチサーショアみたいなので一応あるんですけど、で、それが、あの、バーンって撃ち落としたとしても、あの、日本上空で核ミサイルが爆発した場合は、残念ながら日本にあの核の放射能とかはいろいろ落ちてくるんですよ。あの、広島に落ちた核爆弾って、核爆弾は広島の地面に当たって爆発したわけではないのです。 核爆弾の爆発力を最大限に発生させるためには、空中で爆発させた方が効率が良いのですよ。要はその、地面に落ちてしまって、地面にめり込んで爆発をした場合は、あの、横にしか広がらないんですよね。で、上に行ったとしても別に大したエネルギーにならないので、で、下半分のエネルギーは全て無駄になってしまうんですよ。 なので、空中で丸く爆発させるのが一番効率よく爆発のエネルギーが使えるよねってなるので、空中で爆発させるという方が、実は核ミサイルを取ってみたら効率がいいんですよ。なので、その核ミサイルを止めるのであれば、ロシアで発射した瞬間にロシアにダーンって打って、ロシアで爆発させるっていうのが一番効率がいいんですけど、残念ながら日本は法律上、 他の国にミサイルを撃つことはできないので、日本の領土に入った時に初めて撃墜することは可能なんですけど、日本の領土、領空で核ミサイルを爆破させてる時点で、もうそれは核の、そのエネルギーもあの地面の方に来るし、放射性物質というのもずっと上空からバラ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 押しまくってるので、結果としては撃墜,撃墜したとしても、もうその土地には住めないよね。その後に人は絶対、そのなんかいろいろ死んでしまうよねっていうのは変わらないので、 なので、ロシアがガチになった場合っていうのは、日本はもう止めようがないっていうのが現状じゃないかなと思います。そのレールガンで、えー、その、まあ、どの上空、どのあたりかなんですけど、その、めちゃめちゃ高度が高くなって、上空2万メートルとか、そこまで上がって落ちてくるんであれば、その上空2万メートルをレールガンでバーンって当てるっていうのだったら、薄まってくるかもしれないんですけど、そうは言ってもむしろ、日本と上空だから、うん あの、広い地域に広まって、かなりめんどくさいことになってますよね。今その、広島に原爆が落ちました。で、広島は確かに落ちたんだけど、でもでも、と大阪は大丈夫だったじゃないですか。 だ広島とか、まあ、岡山も多少影響がありましたっていうので、そこら辺の地域自体は確かに放射線落ちたなんですけど、じゃあその上空2万メートルで打ちましたっていう時に、その広くそれが散らばってしまったせいで、その大阪、岡山、広島、山口、鳥取、島根、 で、北九州までも放射性物質が拾ってしまいましたってなると、多分そっちの方がコストが高いですよね。電磁パルスの問題っていうのがあって、上空でその原爆のようなものが爆発してしまうと、その下にある、その地域でその、 あの、電化製品全部ぶっ壊れてしまって、あの、電気製品使えなくなるよねっていう、それも起きてしまう可能性があったりするので、なのであんまり上空で爆発した場合は、確かに爆風で建物は壊れなかったかもしれないけど、その後放射性物質というのが落ちてきてしまうので、大阪、九州まで含む地域に放射性物質が落ちてしまいましたってなった場合に、にそこの土地を買うやつが現れると思いますか要はその、広島だけで起きましたってなったら、 大阪とか福岡とかは普通に商業は成立するんですよ。でも、広い地域に放射性物質が起きてしました。で、即死するレベルではないけど、薄く放射性物質が落ちてきましたってなった場合に、その土地買うそれより東京の土地買った方がいいよねとか、道路の土地買った方がいいよねってなるじゃないですか。なので、誰もその土地を買わなくなって、もちろん住む分にはいいかもしれないですよ。 あの別に放射性物質が落ちてきたとしても即死するわけではないので生活はできるんですよ。で、広島も原爆が落ちた後も別に人は生まれて死んで生活はできてるんですよ。なので生活は稼働なんですけど放射性物質が落ちてるかもしれない地域の家、土地を買うやつはいますかっていうとやっぱならないんですよ。なのでそのレールガンで爆発させたとしてもじゃあその無,無害かというとそうでもないということでロシアやべえって話だと思うんですよね。